い、というわけでやってまいりました。今、新型ベゼル、試乗レビューしたところです。で、今これ乗ってるのが新型ベゼルです。今日は雑談動画という感じで緩くいこうと思います。やっぱね、びっくりしてます。私、驚きが満載です、こちらの車。やっぱね、先進機能、ACC とか LKS、さっき高速も乗ったんですけど、まあかなりのレベルですね。やっぱこのセンサーが良くなってるっていうのと、この単眼カメラの視野角が、結構広くなってるので、車線の読み取りが結構ね、こうガチッと決まるんですよ。この車の、車線のこのセンターをビシッと走る感じでしたね。もっとね、スバルのレボーグとか、あと、日産のスカイラインね、あの辺はもうハンズフリーが実は高速で、50キロ以下で体験できるんですが、あの車もね、結構ね、センターをビシッと走るんですよね。それは、衛星から実は、電波を受けて、3D マップっていうので、そのデジタル上を、こう、まっすぐ走れるようになってるらしいんですね。で、今度出たね、ホンダレジェンドね。あれは、世界初の、自動運転レベル3ですよ。そちらも、衛星からね、電波を受け取って、やってるわけなんですが、もう、それは、まあ、ちょっと乗ったことないんですけども、なんかね、それに、レベルに結構近づいてるんじゃないですかね。かなりね、ハンドルが、ビシッとしました。私のホンダ E もね、結構、強めにね、LKS、決まるんですけど、結構なカーブでもぐーっと曲がっていくんですけど、それにだいぶ近いというか、もう一緒じゃないですかね。私ちょっと乗り慣れてるんで、その辺、一緒ぐらいやなっていう印象だったんですけど、おそらくね、これ初めてベゼル乗って、それ体験する方は、結構驚くと思うんですよ。で、長距離運転っていうのがかなりね、それ楽になるんで、長距離乗ってる方は、ぜひとも、ね、これ選んでいいと思います。で、このちょっと乗り心地ね、ベゼル、やっぱ SUV ということで、やっぱ車高は高いんですよね。なのでまあ見晴らしもいいんですが、若干ね、このフロントが、こう、不安っていう感じ？今下道でゆっくり走ってるんですけど、アクセルをぐっと踏んだ時に、結構前がね、こう、FF なんですけど、こう前がね、ぐっとこう、上がるような感じがするんですよ。その辺ね、もうちょっと、まあ下道メインでもし乗る方でしたら、まあもうちょっと、こう、制御してもよかったのかなっていう感じはするんですが、ただね、まあ、緩いので、コンビニの段差とかね、ちょっとした段差登るときは、これぐらいのサスペンションの設定の方がいいのかな、っていう感じがしました。やっぱね、このヒルデッセントコントロールっていうのがついてて、山道行けるんですよ。この、結構な坂道とかね。緩くね、パワフルに、このモーターのトルクを使いながら、急斜面もゆっくり登れると。砂利道でもね、滑らないようになってるみたいです。なので、まあ、その辺もちょっと考えながら、このサスペンションの設定なのかな、という感じがしましたね。まあ、もうちょっとこれ上のグレードで、その辺のサスペンションの、設定も変えれる機能がついてたら、さらに最高なのになとは思いました。で、この EV ね、結構 EV です。2モーターハイブリッドで、まあ、下道、今これ23キロ、今ちょっと渋滞でゆっくり走ってるんですけど、まあ EV です。まあまあ EV です。さっきね、48キロぐらいまで下道でずっと EV で走れました。で、これ電池がやっぱ大きくなってるみたいで、ちょっとね、それどれぐらいの容量入ってるかわからないんですけど、前のベゼルよりその EV で走れる距離っていうのがかなり伸びています。で、しかもその、バッテリーを充電するためのこのブレーキモード、このシングルペダルっていうのがあって、運転しながらね、アクセル抜くと、この、回生ブレーキが使えるんですよ。そんなに強い回生ブレーキじゃないんですけど、まあ、それで、バッテリー、チャージできるんですよね、走りながら。なので、まあ、これでチャージしながら走ると、
あのエンジン、ガソリンのエンジンの方が、まあ今かかってますけど、あのそんなにかかる回数がちょっと少なくなってきてるなという印象ですね。いやーベゼルいい車やわ。でやっぱこのナビが結構いいねんな。これな、アプリ一覧なんかいろいろ使えんの、いろいろ使えんのこれ悔しい。燃費情報やら Wi-Fi も使えるし、いやーいい車やわ本当に。であのプレイの方が価格が、まあ、あのホームページで見るとね価格は高くなるんですが、このグレード Z の方が実は安く表記されてます。ただこの Z の方があのいろんなもんがねプレイより実はついてるんですよね。あのナビがついてないっていうだけで、その他のこのワイパーの、 あの自動ワイパーのセンサーが実はついてたりとか、いろいろねあのトノカバーがねついてたりとか、最初からねこの Z グレードにはいろんなものがついてます。あのプレイはやっぱこのあれですね、天井がガラス張りっていうのがすごいいいなと思ってるんですけど、まあその辺どちらを選ぶかっていう感じですよね。まあ内装色も結構白っぽくてねおしゃれなんですよね。ただちょっと私オレンジ色がどうかなとちょっと一瞬思いましたけど、まあブルー設定とかね黒設定も選べたら良かったかなと思いました。実際ねこのヒルデセントコントロールね使う人どれぐらいいるでしょうね。まあやっぱアウトドアが好きで結構キャンプとか行く人はこれいるかもしれないですね。私はねちょっとその辺あまり行かないんで、まあほぼ街乗りなんで使うシーンっていうのが実際はね見受けられないかもしれないんですが、まああれば安心っていう感じはしますよね。でこの4輪駆動 AWD 設定っていうのがプレイの方にはついてないので、まあ四駆乗りたい人はこの Z と X とこのガソリンモデルしか選べないんですよね。なのでまあその辺の四駆どうしてもね北海道とかの方は結構やっぱ四駆必須じゃないですか。四駆選ぶ方はこの天井のねガラス張りのプレイが選べないということなんですよね。いやしかしこの見た目がねだいぶ良くなったよなベゼルな。やっぱ、ガソリン、まあ、やっぱね、このハイブリッドが、やっぱ一番いいですよね。やっぱインフラ設備がまだ、整ってないので、電気自動車の話です。電気自動車はね、やっぱ急速充電だけで生活しようと思ってる方は、結構厳しいと思います。なので、やっぱこの充電にかかる時間とか、わざわざね、そういう施設探していかないとダメっていうのが、結構ね、辛いところなんですよ。このハイブリッドはね、その辺もうガソリン入れときゃもうこれすごい走るんですね、距離ね。24キロパーリッターぐらい走るんで、もうこれ私の乗り方だったら1ヶ月に1回もうガソリン入れない感じじゃないですかね。下手したら2ヶ月ぐらい持ったりするのかな。なので、まあその辺も経済的だし、ねえ。まあ、ハイブリッド、日本のハイブリッドカーは優秀だなと思いますよ。まあ、と言いながら、このホンダ車も2040年に、もうこのハイブリッドもなくすって言ってましたね。ニュースになってました。2040年にもう EV と、燃料電池車ね、水素ガスで走る FCV っていうかな。あれがもうメインになります。なので、ガソリン内燃式の、車はまあカーボンニュートラルを目指すということで、もう売らないということを発表しましたね。この新社長がね、今度の。はい。なので、まあ、このハイブリッドカーを楽しめるのも、あと19年ですよね。なので、まあ、ほぼあと10年ぐらいで雰囲気変わってくるんじゃないですか？この日本でもね。インフラも設備も整って。なので、まあ、今現在乗るんだったらこのハイブリッドかなという感じがします。いや、しかしね、これ、まあ、300万前後で買えるっていう、まあ、これぐらいの機能がついてて、まあ、乗りやすくてね、燃費も良くて、かっこよくて、いや、本当にいい車作るなと思いました。はい。というわけで、
ホンダベゼルから今日はお伝えいたしました。私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。いやー、いい車やわ。これも買っときゃ間違いねえよっていうね、感じの車でした。はい、というわけで、ホンダベゼル雑談動画でした。じゃあね、もう、グッドボタンよろしくね。